はい、今回はですね、ネイティブインストゥルメンツのギターリグというギターアンプシミュレーターに関して解説をしたいと思います。このギターリグなんですけども、名前からわかるように LINE で撮ったこのようなギターをですね、あたかも生のアンプから鳴らしているようなサウンドに仕上げるといったものになります。実際にこうサンプルを用意しましたんで聞いてみてください。でもすでにこちらギターリグ欠けてあります。実際にこのギターリグなかった時のサウンドですね、こんな感じです。クリーンで撮ってますね。かける、はい、今このギターリグの設定でかなり歪みを強くしていますので、実際全く別音になっていますね。このようにクリーンで録音しておくと、後々ですね、こうギターリグの中でかなり音を詰められるので、この方法はとてもおすすめですね。実際今もう弾いてしまったものなんですけども、このギターリグをかけて録音すれば、トリオートにはこうギターリグは反映されず、聞いた感じモニタリングにギターリグがかかるといった形になります。なので特にこういうリフはですね、勢いが欲しいので、このクリーンだと雰囲気が出ないわけです。ギターリグをかけてテンションを上げて弾いて、後に微調整、これがなかなかいいんじゃないかなと。それではこの中身入ってみましょう。今実際このような音作りになっていますので、一から説明をしたいと思います。まずこれ消してしまいましょう。でそうすることで、こうかかる前と全く一緒のサウンドになりますね。まずここですね、プリセットになります。かなり多くのですねセッティングがすでにこう作られているので、ここから好きなものを選んで使っていくという形、こうカテゴリーが分かれているんですけども、例えばここギターアンプのセッティングで分かれていたり、スタイル、これはジャンルですね、クラシックロックだったりジャズだったり、好みのジャンルをクリックして下に表示されたものがそれに該当するものになります。音色を呼び出す際はですね、ダブルクリックをすることによってそのセッティングが読み込まれます。それでは実際にクラシックロックちょっと読み込んでみますね。一番上にしましょう。ダブルクリックで読み込みます。はい、こういった形、実際にこれ再生してみますね。この時にこうダウ側をループさせて、どんどん音色を切り替えていくと、素早くこうプリセットを確認できます。こういった形ですね。今は使わないけどなかなかいい音だなとかいう場合は、このレーティング機能、ここをドラッグすると星をつけられるんですね。 iTunes と一緒の容量になります。このように5つ星をつけておく。そしてこう次回開いた時なんかは、このレーティングというものをクリックすると、このように星順で並びますんで、素早く音色を探すことができます。この読み込んだプリセットなんですけども、一回これで聞いてみますね。このリバーブがいらないとかいう時ありますよね。実際元々の音は好きなんだけど、このリバーブを切りたいっていう時は、この電源ボタンですね、押すとリバーブがバイパスされてかからなくなります。もしくはこれクリックして黄色枠で表示されますね。この時にデリートを押すと消すことができます。このセッティング全体を消したいという時、このバツボタンを押すとこのように空になります。そしてこうプリセットではなく、自分で好きなアンプを選んで、好きなエフェクターを選んでいきたいという方はですね、こちらのコンポーネンツクリックします。コンポーネンツからアンプリファイヤーというものを開くと、アンプの種類を決めることができますね。それぞれ違うキャラクターを持っているため、自分の楽曲のギターがどんなアンプが合うのかっていうのがですね、一度全部聞いていただいて確かめて把握しておくのが非常に重要ですね。実際に追加してみましょう。例えばこのリード800というものをドラッグ&ドロップします。こういった形になりますね。上が音作りのプリアンプ部分で、下が音を鳴らすスピーカー部分ですね、キャビネットと言われます。まず上の部分から解説したいと思います。このマスターでは単純でギター全体の音量になります。こういった形で、このプリアンプを音の歪み具合ですね、上げていくと音が歪んでハードになります。こういった形ですね。ベース、これは低音域ですね。どのぐらいこう低音域を強調した音を太くするのか、
ミドルは中音域を表していて、ギターの音のキャラクターなんかを決めていきます。そしてトレブル、高音域、音をはっきり聞かせることができますね。で最後、このプレゼンスというものは超高音を表していまして、例えばこうオケの中で埋もれて聞こえづらくなってしまったりとか、音の輪郭をはっきりさせたい、そういう時に少し持ち上げることでこれらを解消できます。このように数も少なくシンプルなので、割と容易に音作りができるかと思います。この下からはキャビネット、スピーカー部分になりますね。この概念としては2つのマイクで録音していることになっています。で実際にこの A と B というマイクをどちらを使うのか、もしくはどのぐらい混ぜるのかということですね。これですと A と B 半分半分になります。 B だけですね。 A だけ、これはもう完全に好みで設定するといいと思います。このドライというものはこのスピーカー部分とマイクの距離になります。今これドライが全開になっているので音が近い感じですね。空気感が少し少なくなります。このエアに近づければ近づけるほどマイクが少し離れたイメージになりますので、部屋の鳴りなんかもですね考慮できるといった形。実際にこのサウンド聞いてみます。少しこう部屋の鳴りが追加されたのが分かると思います。これも好みで選んでいくんですけども、今回ちょっと割と近めにしたいのでドライ全開でもいいかなと思います。こういった形ですね。で一つアドバイスがあります。この上部分ですね、インとアウトというのがあって、インが実際に弾いたギター音量、そしてアウトがギターリグを通して出ていた時の音量ですね。この時に注意したいのがアウトとインのこのボリュームですね。赤がついてしまうことがあるんですね。その場合音が割れてしまっていることを表すので、こちらを下げて調整していくといった形。次回はこうギターでは定番のエフェクトですね。エフェクトを使って音をかっこよくして、それを保存して残すというところまで行ってみたいと思います。じゃあ今回はこんな感じで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。